えー、2問ほどありますので、えー、皆さんどうぞよろしくお願いします、はいえー、まずですね皆さんご質問します、えー、家電を選ぶ際のですねこだわりなどありましたら、えー、教えていただきたいんですが皆さんいかがでしょうかはい、はい、えっとだ誰からあれです、はい、でアンさんからお願いしますあ、はい、まずはあのやっぱり機能の面と あとはあの使いやすさとあとはあの気になるのはインテリアの部分というかなんか見た目もこうシンプルだったりその部屋に合うかなっていうことを考えます。アンさんはまあ、冷蔵庫を買われたということで決め手はどこでした今回の冷蔵庫に関しては大きさです。はい、それからあのたくさんのあの便利な機能がついているので。 あの食材をよりおいしくあの長い間ストックしておけるというところもとてもあの大きな決め手となりましたありがとうございます戸田さん、いかがでしょう。 あの全くンさんがお答えになったのと同じです。で私は実際あの今炊飯器使っているんですけどあのこんなこと言うのなんですが今のこの炊飯器の前もあの同じ三菱電機さんのあいを使ってましたので <laughs>、えーうん、あの美味しくやっぱり炊けるっていうことがあの。 私にとってては決めてですねあと簡単にとか、えー、いろんな炊き分けもできたりとか機能性もありますし杏、まあ、さんが言ったことと同じですが全てあのスタイリッシュですしあの、まあ、何よりもおいしいご飯を食べたいっていう一心ですからあのそこがかなえば私はいいなというふうに僕はあのお店に行ってあの結構店員さんのおすすめのものを買うんですけどなぜか。 三菱の製品なんでしょうね伝わってるんでしょうね製品の良さがねな,なぜですかいやだから伝わってるんだと思うんですよ自分が今もう宣伝してるってことですか僕も <laughs> いやマスクとか帽子かぶっててもなぜか三菱の <laughs> なんかやっぱいいんでしょうね<ー>生産もみんなそ <laughs> うそう浸透してるって,て,るってことだと思いますで CM の影響も大ということでそういうことになりますね <laughs> ありがとうございます <laughs> えー、次最後になります、えー、今回の CM で、まあ「包み込むように温めます」というナレーションが、えー、ありましたが、えー、皆さんに最近心が温まったなというエピソードがありましたら教えてくださいじゃあ安さんからお願いします、はい、心が温まったなっていうのはそうです、ね、あの犬を2匹飼ってるんですけれどもその犬たちがあの政犬になってからオス同士で一緒になったので。 あの結構、場合によってはあの犬によっては会わないということもあるんですけど幸い、すごく仲良くしていてあの寄り添って寝ていたり一緒に遊んでいたりする姿を見るとあ心がほっこりありがとうございます遠田さんお願いします。 そうですねあのこのコマーシャルのお仕事してる以外なかなかあの温まる時間って私には本当ないんですけれども義理 <laughs> の,の娘をあの演じてくださっているアンさんとはあの、まあ、プライベートでもちょっとあの海外で会ったりとかそんな時間が持てるようになったのはすごくあの。 何かを超えてあかい時間が持てるようになったなというふうに思って、えー、そんな感じがしております。はい、若林さん置いてたわけじゃないんですよ、うん。そうなん、うん、うで、うん、たまたまかあったら声かけて、ね。そうですね。<laughs> はい、たまたまちょっと二人でねお出かけしちゃったんですけど、<laughs> はい、そんなことができるようになったってことが、であのこの家族のあのシーンをやってると、あの関係ないあのお二人が活躍してるば場,場面が気になりますね。あのそういうのもすごいいい時間になりました。はい。 さんお願いします、はい、あの僕はこの,この間、誕生日にこの三菱の CM のスタッフさんにゴルフボール、ゴルフ、最近始めたもんであの、憎いね、三菱って書いてあるゴルフボール、いただきまして、ただ、OB 出すわけにいかないんで、<laughs> あの飛距離が出ないっていうね、あの気使っちゃって、えー、そういう、その心温まるエピソードでしたね、<laughs> そのボールをいただいたことが。<laughs> ね、打つよに結構勇気がいるよね。やっぱオービー出しちゃうと、なくしましたってなっちゃうと、あれなんで。力が入れられなくて。憎 <laughs> いね、三菱。わかりました。どうもありがとうございました。代表質問以上となります。ありがとうございます。